ブラピはどこで持てばいいの？ん？はい、深呼吸アットはにゃんこさん。頑張れアット別のケントさん。ブラピはもう最後のワンチャンとかか、キラポンまかれちゃってどうしようもない時に持つとか、そんな感じでいいのかな。無理そうな場合の時のみだな。だね。基本はバギとボケと氷結かな。最後どうしようもない時ぐらいかね。いけ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 アットはにゃんこさん。緊張して運慶漏れそう。あー、クロッシュってコウマ高いんだね、やっぱね。ピンポ。あっ、バカ、変えてない。レイブンでよかったのに、わら。レイブンはないよ。いや、レイブンはない、さすがに。レイブはないから。本気やっと23億5711万1317さん。それは青信じろ、それだけで勝てる。レイブンはないかな。あ、ちょっと待って、もういつものやり方でやらせてもらうわ。下手に変なことやろうとすると混乱するから、いつも通り行くよ。やりだし、それはアガ400近く持つことを信じろ。ランクスする暇がないな。オーケー。それ歯の場行き切らさなければ勝てる。分かってる分かってる。ビートした？してるしてる、もちろんしてるよ。生きてるか。ロックスに入ってないな。ナイス。いいボケ。そろそろソルファーのバイスやばい。行くよ俺は。いけ。いや無理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 。いい、俺ちょっと無視していいよ。キラポンが結構かかっちゃってるな。バイキン装填ワンパンか。イリエに合わせろよ。合わせるのはパラだけでしょ。動画合わせだよ。ユータ300取ってるだろ。取ってるね。落ちないのかこれ。でもマサルノス負けた。嘘。アットリベカさん。ダブル、これやばいっすよ。やばいね。マジか、わら、アットラグナパパさん。マッチョ勝ち。シアタン絶対、ソレワーニだけはキラポンかけてあげて、自己キラポンよりソレワーニキラポンだね。絶対ソレワーのキラポンは切らしたらダメだよ。僧侶にキラポンはそんなにしなくていいと思う。立ち位置台でなんとでもなるし。それ派のプレートに合わせてバギ。うん、分かってるんだけど。パパ仕事始めたの？
ラグナパパさん。この僧侶ダメやな。ラスト1分になったら、まあでもそれはこのままブラピーとかも考えても考えても、わかってるんならやれよ、そういうとこだぞ。フータポイント持ちすぎやぞ、いけ。やばいぞやばいぞ。それはあのキラポンだけはかけてあげてくれ。まだワンチャン。パパシアタン下手すぎる。アットラグナパパさん、ブロックスにボケは入った。チンポ、わら。行くしかないな。バトも生かさないと話にならないのに。イリーダクタノウゾ。あーもう。ボケは？無理だ。かばれてるもん。間に合うか？行くしかないよね。フリーダムいけ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 、無理無理。なんだろうね、やっぱ落とせないね。無理だー、わらわら。うん、なんか特に悪いとこなかったでしょ。1000万パーわらダブル。単純に無理だったよ。もうなんか予想通りだったもん。ダブル、思った通りのダブル。俺の脳内で、かないとな、俺の脳内で描いた通りの展開になっちゃった。ダブル100万かけてたのに。僧侶が赤いわ。いやー、まあ、僧侶のせいだけじゃないよこれ。きつい、やっぱり。ダブルアット別のケンコさん。でも結局それは生き延びてくれたし、ホルダーは落ちてないから形悪くなかった。バトはダブル。そうだね、あとは天板を使っ、天板バトを、僧侶が、いや、あとね、プレートとかを入れるべきだよね、なんだよね。そう、プレートとかを、お前倍率的にうまかったから残念。あ、プレートとかを入れないと、いや、まあ、きついよこの構成で。やっぱきつい。